gay。 なんかまぶしい、なんかまぶしくない？今日すごく、あ、ちょうどいいちょうどいいちょうどいい、イエーイ、ありがとうございます。何この写真、どこ？なんか雰囲気変わっ、え、髪セットしとけ、今今日妹と、あー初めて来たお姉ちゃん覚えてる、あと曇って、え、これさ、なんか曇ったんかな、今日近づくとあれか。 I love you。 いえ、ハートありがとう。ワンちゃん焼肉食べてきました。そう、ハートありがとう。ドラムテイク今日やったね。何の肉が一番美味しかった、石焼きビビンバのなんかガーリックみたいなやつ食ったさ。そこに、あの、大体焼肉屋さん、俺が今日行った焼肉屋さんは、あのタレが3つあるっすね。タレが3種類大体あるやん。それを全部ブシャーって入れた最後、マジうまかった。あ、これあれと肉じゃないっていう、ダゴジャンク、マジで何の味か分からん。あれと本物も書く、あ、今日来てくれたんや、ありがとう。こんばんは、今日のライブも楽しかった、おえ、嬉しい。今日はあのサンシャインシティね、池袋でライブしてきました。パワーくれてありがとう。パワー。ありがとう。ヤホヤホ。10月休み。え、マジ？遊び来る？ハートありがとう。今日部活行ってきた。お疲れ。今日 SE 声出しうまくいった？みんな。パン、ありがとう。うまくいってないやろ、きっと。ちょっと、ああ、ダメや。ダメや、ダメや。あんなに練習したのに。FC で。ああ。次。俺も声出すわ。え、もうすぐ俺、いや、もうマジバリ始まったばっか今。やめてこれ、やめてこれ、すぐ。これ何時まで決めてない。生ダック今日見に来てくれたね、ありがとうな。イエー、サプライズ好き。俺する方が好き。ありがとう。はじめまして、交通手段何ですか？初めてじゃないや。交通手段？どうやろう。電車。
今電車4か5割でタクシーが半分ぐらいかな。じゃないよ。弁当に詰めてほしいもの、お弁当絶対、あのあれ、あのウインナー、アルトバイエルください。アルトバイエルと、あの卵焼きはあの甘くないやつがいい、がいいです。かっこいい、ありがとう。身長175センチでしたですか。知ってるやん、知っとるたい。初ライブ広島ありがとな、来てくれてね。うさぎちゃん。タコさん、いやそんなことせんでいい、小細工はいらん。やばい、もうね、言っていい、ちょっとさ、あのキュッキュッ、あのキュッ、ブレスミーカックあのじゃあのね、やかましい花粉、ほんとにもういいて。あーもう嫌い花粉。配信さっき、ああ薬飲んでない。今日特典会で見せ、あ覚えてる、ネームプレート作ってくれてたやろね、髪わかる、こんぐらいの子だよ、わかるわかる。好きハッシュタグ唐突って来てる。何それ、それ何、そんなにそんなにハッシュタグ唐突って何それ。病院行ってない、髪の変える予定今にゃーね、にゃーです。ありがとうございます、ありがとうね、みんないいねやらすごいじゃん、もういいねも。あギフトもありがとうね、送ってくれてね。私もイベント行ってみた、おいでよ、来な来れるとき。お顔タイプすぎて初めてる、あ来た、ありがとう。いえ、にゃっけ超えたね、早い、うん早い。ゼップ行きたい、待ってる待ってる。BGB ありがとう、ありがとうな。あすごい、 C4 リーグに昇格しました、皆さんのおかげで、ありがとうございます。プロリーグですかこれは、かっこいい、ありがとう。曲の途中でくしゃみかな、いや曲中にはない 100%。天使いる？どこ？天使？何天使？北海道行くよ、来週、来週行きます。花かもありがとうね、いいねずっと押してくれ、さすが嬉しい。あしょっか、じゃあ50万行ったらなんか一曲ワンハーフで歌うわ。それしよう、50万ずつで。放送会、放送会、放送会って何、北条屋や、それ北条屋、北条屋ってどこの県やったっけ、福岡、めっちゃかっこいい、ありがとう。北条屋や、福岡よな。東公園とかやりよるどう、俺東公園の裏らへん住んどったっす、あのもう10年前やけど。北海道で初めてライブ行く、え待ってる、ありがとう。箱崎か、東公園もやるってやろ、なんかはありがとう。来週が初ライブ、嬉しい。服似合ってる、ほんと、あ他の勤労です、すいません。
今日池袋、やっぱチータンいたんや。うわ、ちょっと早く出ればよかった。俺も行きたかったな。ありがとう。初見です、どうも。東公園やばい。そう、あの今あるんかな、パピオンプラザって。あると、あら、クリエイターをフォローしてくれました、ありがとう。イケメンだねなんて褒めてくる、ありがとうな。ありがとう。チワワ BBQ 見た、俺コメントしたもん、なんで知ってたよって。ありがとう。ゼップどこ行く、福岡、大阪、名古屋、横浜、札幌行きます。パピオンプラザ泣いてたい、マジで前髪伸びた。そう、今すぐライブ行きたい、ありがとう。コマちゃん、ありがとう。ディボ言ってるんで。そう、僕ね、熊本ボルターズっていう、あれだな、熊本ボルターズっていう、プロバスケットボールチームの、熊本ボルターズソウルメイトっていうのにね、就任しておりまして、いわゆるアンバサダーみたいなのをやらせていただいてる、応援隊長をやらせていただいてるんですけども、今回ね、ちょっと、熊本ボルターズのさんのご厚意で、公式グッズで、僕のレプリカユニフォームがなんとできると、できたということで、9月の20日から発売となっておりますので、38番にしました。今日のアレンジ良かった、あしょ、オーイエーでしょ、高くやったやつな。いよいよ連打のプロのやつ、ありがとうな、こんな連打してくれて。杉本拓、あ、拓也の感じ違うわ、うん、よく間違えられる、それ。イエイ。え、熊本、俺バスケの時はもともと高中高と7番だったんやけど、そう、永久欠番だったので。今帰ってきた、おかえり。なんで38番、メジャーでビビが3月8日だけ、あと、そうでした。目がうる、いや俺今日ね、ちょっと目がうるな理由は分かる。早起きしすぎて、今日コンタクトすげえ朝がつけとったやん、ドライアイ。あと花粉多分やろな。とにかく福岡県市、どっち、俺が住んどったの昔、福岡市博多区に住んでました。I'm dry eye なんです。6時半に起きてる最近、謎に。そういうメトロの近く、イケメンありがとう。タク30歳なの、タク30歳なの、せやね。50番いった、お、どうぞ。 Request time please。 若いよ、ありがとうな。
あります。かっこよ、ありがとう。めっちゃ来てる。いいね。 I love you though。 まあまあ、近寄りや、近寄りや。あ、やめて、バチバチすんのやめて。ちょっとやったるわ。じゃあ I love you やる。俺弾いたことあるっけ。あ、あの11月8日セッションっていう、あの割とよくやってるイベントがあるんですけど、そこで弾き語りを3曲やりますので、ぜひ皆さん、あれ会場まだ言っちゃいかんのか、 OK、 東京都内某所でやるので、はい、弾き語り久々やるので、あとダンサー4人来ます。その日来た方がいいですよ。予定開けといた方がいいですよ。ユーフレット、待って、 I love you。 なんか暑いな今日。暑ない？おだけ？誰かユーフレットに広告出すのやめてくださいって、ちょっと誰かちょっと言えるときに言っといて。なるほど、なるほど。
ですね。はい。I love you でした。はい、じゃあ次は 1M 行ったら歌います。いいね、この権利。この権利よくない？かっこつけ、あと。かっこいい、あと。若い時の尾崎さん、なことないよ。あと、お疲れ様。いい週末を。そんな。ハスキーボイス大好物。嬉しい。俺やっぱちょっとハスキーよね。そうなんですよ。昔から。北海道したいこと、ジンギスカン食べたい。ジンギスカン食べたいです。タップタップ、そう、あの 1M 行ったら歌えますんで。だからいつもの俺の TikTok で言うとだけあれよね、に2回歌えるって感覚じゃんや、多分。ジンギスカンお腹下し、俺なんかその俺が行くとこね、焼いてくれるって伝え、そう、あ、でも俺が行くとこってか前回1回しか行ってないから、なんか調子乗んなってね、1回しか行っとらんのに。めっちゃタップしてる、ありがとう。虹が好きです。お、虹歌えるよ。常連がめっちゃそれな。こんばんは、どうも。ギフトありがとうね。歌のおひねり知る。あだけあの路上ライブ的な。ポンペ、出そう。ありがとうございます。今日一緒、俺自分で自分管理伝え、あのブラックアイスの時の衣装って。味噌ラーメン、おすすめの味噌ラーメンちょっと教えて。そうたくんからしました。めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。バリかっこいいだって。ありがとう。毎日アップルミュージック、嬉しい。あ、すいませんね。くまちゃんありがとう。北海道限定のどん兵衛あると、マジで？すごっ。何時までやるか気分次第です。写真集買った、ありがとう。あのさって何？アップルミュージックのこと、おころん。俺 Spotify のプレミアム登録した、最近自分の再生数見れるんよ。そう、気になると思って。そう、リスナーさんを増やすためにいろいろ考えて、また今も曲ちょっと考えて作ってますね。あと、とにかくグッズあるよ。地域限定の、ハイチュウあるぞ、そういうのがあるとでしょ。あ、コロとかありがとうね、みんなしてくれて。スポティファイあるよ。あの各サブスク全部俺の曲あります。おひさ、
さ、やっぱ減ったよね。もうやっぱほら時間経ったけんね、なかなか「あいよ」って言ってって言われるの減ったわ。確かに一時期ひっきりなしちゃったもんね。あ、さつまいもタイマー来るんだ、まだ OK。 すごいね、ありがとう、送ってくれて。しおいって観光地、え、最近行ったとかそこぐらいじゃね、宮島とか。あと舞茸、舞茸、ぐる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 、なんだっけ、舞茸、舞茸、ぐる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 。サイってなんなん？内緒です。はい、サイは見てったらわかる、あれね、監禁区域レベル X のね。そう、あのエンディングテーマ歌ってますので、ぜひ。どこやピアノで触りだけ弾こうかな。どこだっけな、アイトゥーん、どこやったっけ、アイトゥーってどこやったっけ、トノキやったっけな。あ、これっす、これだな、あのカンキングゲーベレックスのあの曲で、そう、これ、これね、あ、すごいよね、あのどこだっけ、絶対にやめて。やめて、うん、でももうすぐ乗っけると思う、あのちゃんともうフルの音源はあるんですけど、シンガーソングライターやってます、普段。そう、初です、名古屋から、ありがとう、猫、ね。K-POP 何が好き？マジありがとう。 K-POP 何やろ、え、でもまあ割と結構聞くよ、今そんながっつり聞かんけど、セブチ聞いてたし、 BTS 聞いてたし、あと何やろ、トゥワイス聞いてたし、ニュージーンズ聞いてたし、アリトも聞いてたし、知らん間に姉と拓也くん押します、よろしくお願いします。シャニーは分からん、あんまり王道分からん、なんか王道と王道じゃないのがあんま分からん。あとあれ、ライズとかも聞いてた、ライズとか、うん、あ、ビッグバンもめっちゃ聞いてたね。最近死にました、無事、ありがとう、無事飲まれそうです、よろしくお願いします。ありがとう。
学生の頃聴いとった曲、エグザイルさん、清水翔太さん、マイケル、ボイス・トゥ・メンとか、バックストリート・ボイスも聴いてた。お笑いで何歌うんですか？内緒で、俺のあの MV ある曲は聴いてたらいいかも。あとは TikTok でなんかやってるやつとかよく聴いてないかも。同級生のあだ名マイケル死ぬ、どういうこと？ありがとうございます。女性の方の曲あんま俺聴いてきてないな。おまらいや、テイラーとかかな。あ、これささん聴いてたわ。うん。で、なんかその曲によって聴く人たちはいた。対象がアーティストなのか曲なのかはだいぶ変わる。こんばんは。北海道弁わからん。何があるっけ。あれは、あ、チャミナさん、わかるよ。ね、なまら、なまらってめっちゃとかでしょ、多分そういう意味じゃにゃ。どうや、はたりと平均睡眠時間 4.5って決めてる。お刺さるって何？お刺さるってどういう意味？コメントしたいのに連打に遅れて、ありがとう。働いた。パチパチパチ。お刺さる、押す、押す。そうっす。しばらく会えない。いつでもおいで。セブチさんの曲、やっぱナイスでしょ。味ナイスでしょ、やっぱ。ベリーナイス、めっちゃ聞くね。うん。あとは、あとあれ、君にラースダンス。眩しすぎるその笑顔、守れるなら押して切るなら好き。ビーズさん、うん、歌ってた時あったね、一時期。うん、昔歌ってた時あって俺。トゥワイス、俺あれ好き。あれ、ラララララララ You and me in the moonlight、 好き。そう、今日もかっこいい、ありがとう。イエイ。お邪魔女、お邪魔女ドレミ。あ、なんか昔その話題になったことあるよな。チュキ、ありがとう。なんかお腹鳴ってる。え、食べたのに、なんで、どうした。ミーアイさんってあれでしょ、あのハイファイブ、ハイファイブみたいですでしょ。わかるよ。これやった、俺。そう、大丈夫、くにゃ、俺マジで。めちゃめちゃ、だってさっき食ったよ俺。曲目あります、実は。あります。ただちょっとなんか興味本位で買ってしまった。サケル組のベロが青くなるやつ、舌の色が変わるって書いてある。ちょっと行ってみます。ちょうどよかった。めっちゃなるやん。
やめて歌うの。演奏中止して。演奏中止。やばい、もう色が、色がすごい。見てほしい。え？え？花見で敷けるぐらい青いやん。ねえ、花見で敷けるぐらい青いって。花見で、わかるやろ、見たこと。でっかいやつ、あの。ブルーシート。今のすごない？花見で敷けるぐらい青いやんって、いい例えやと思いません？皆さん。ね、他なんかある？これ見て。ね。どうなんやこれ。味？味がどこにも書いてない。え？うん。アップルって書いてあった。ヒエピだそうや。何？あ、咲いたらよかったこれ。やばい。やばいことなった。なべろが。すぐやん。すぐなるやん。ドラえもん食ったやつみたいになった。ドラえもん食ったやつみたいになったってやばい。みんな。結構危ないでも。ほら。やば。すげえ。ドラえもん。あと一個いって相当いくんじゃんこれ。うお。今日なんかライブ終わってからずっと喉がスースーするんやけど、これなんで？めっちゃ奥にやこれ。グミコーナーまあまあ見るわよ俺。久々見れた。いらっしゃい。暗いのはこっちの問題。画面赤くし。スライムやんやかいね。何やかい。なんか。怖いね。やかいかい。何咲かない？咲けるっていう、ただそれだけのことやろ。だって咲いたちまちまくんの微妙やん。一気に食いたいやん。やば色。普通にうまい。普通にリンゴ味。弟さんおらんよ。うち向くよ、また。マジプール。プールや、確かに。あれね、サムスの 2P カラーね。フュージョン、メトロイドフュージョンバージョンの。絶対わからんやろみんな。裂けるチーズは裂く。裂けるチーズは裂きます。初めて USJ 行ったの。いいな。駄菓子屋さんのモンスタースタンプ。 What is monster stamp? モンスタースタンプ何それ？モンスター。これ取れんとかないの？大丈夫ない？熊
熊本のおすすめのお土産、武者返し、神代湖、黒糖ドーナツ棒、あと要冷凍ですが馬刺し、カラシェンコ、めっちゃあるぞ。タイピエン、家で作れるようセットある。うん、焼酎好きやったら焼酎買ってった方がいいし、鴨の前ね、金に余裕あるなら参加った方がいい。えちょみったっていいよ。 Ricky's Time 歌います。スムーズクリミナル俺弾けんぜ多分あれ。でで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 でしょ。ねわああ、洋楽いいね。Nothing's gonna change my love for you 歌う？知っとうかな、みんな。めっちゃいい歌あんのよ、洋楽で。聞いたらね、ウェーってなるよ。ちょっと俺歌詞見たいわ。ユフレあるんかな。あと、ちょっと一回さ、俺歌詞見ていい。 If I had to live my life without you near me, the days will all be empty, the nights we sit so long, when you will see forever so clearlyClearly, clearly か、むずいね、clearly って、clearly. My heart beats low before, but I'll never feel this strong. Our dreams are young and we both know. They'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You're all another.Yeah, you all don't know but know how much I love you. One thing you can be sure, I'll never ask for more than your love. I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my life for you. You all don't know but know how much I love you. Only change my love. You only change my love.なにここ何？あ、え？なにこれ？ I love you, you only change my whole life. え？ You only change my world too. Nothing's gonna change my life for you. ってこと？一回ちょっと待って、弾くだけ弾いてみようぜ一回。なんか分かってくるやろ、きっと。きっとね。待って、音色戻します。で、Yes ここね。セブンスで弾くのエモない。どういうことします今。ピアノ。まずだから本当はここ C って書いてあるの。これはちょっとおしゃれに。こっちです。If I had to live my life without you near me, the days
ってことね。 Never seen someone。 はい、ちょっと待ってよ、今インプットしてますのでちょっと待ってください。 And you see forever or so clearly Am I has been in love before Yes But I never feel so this strong。Dreams are young and we both know The take is when we want to go Dreams are young and we both know The take is when… え、これサスポーナー？こっち？これか、OK ってことは、これか、Dreams are young andすごい納得いかんな、これなんで？俺だけ？なんかさ、これダメ？え、なんかちょっとこのコード納得いかんくね？俺だけ？違うな、うん、絶対こっちじゃない？だって Dreams and you and we both know The take us where we よりさ Dreams and you and we both know The take us where we ほらな Take us where we want to go。 おい天才探し出して俺自分で探せるなったね。うろべだったすいませんすいませんね、聞く時間もですか。これね、If I had to live my life without you near me The days will already emptySo long ストローク遅いな。 And when you see forever all so clearly And I have been in love before But I never felt this strong さっきのかな。 The dreams are young and we won't stop Take us where we want to go Hold me now Touch me nowNothing's gonna change my life for you If I don't know that how much I love you One thing you can be sure Never last for more than your love Nothing's gonna change my life for you You wanna never know how much I love you Wanna change my life with you
発勝負緊張するぜ。声甘いのに舌青い。そりゃそう、そりゃそうです。言えたよな。パチパチありがとうございます。パチパチが最高、嬉しい。いやね、なんか最近ね、やたらめったら歌ってますけども、そう、ちょっとね、ここから歌をね、お歌を歌ってる人だと分かっていただきたいなと。確かにあの歌い方ね、そう、曲によってヒワダレの練習、いや、したいんやけどなかなかする時間なくて。だけどどっちかというともうなんかその、例えばやけどさ、もうこの、この、例えばやけどさ、このコードがあるやん、キーとか変えてさ、例えばこことかで、これでさ、なんかそのその歌をさ考える方に行くというか、なんかこう、この、あ、こういうコードなんやって分かったら、なんかこれでさ、なんか音がさ、このこれだけでもその出んのよ。なんか言いたいことなんか分かるかいな、なんか、あ、ごめん、すっげえほな顔してた俺今、ピアノ独学用。それだけなんかで、これに泣いて、なんかこのゆっくり、これ、これさ泣いた、なんかこの、あの、あるやん、この合うところが、なんかそう、これなんて言ったらいいのね、なんかこれにずっとなんか、あ、なんか分かる、なんつ、これめっちゃ難しいよね、このなんか作曲をする時の説明って。そう、なんか自分の、そう、生まれ、そう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 、なんか、か、カーテン開いてる？あ、なんだ、それだけなんか、だけそうなんですか、なんか開いたカーテン越しにみたいな、抱いてっていうさ、このなんか夢が覚えたのに僕はどうして、この、いかん、なんかその、なんかさっていう、その書いてる歌とか、そうとかが、なんかこう、そう、なんか そのワードを、そう、なんかもらったらさそう、即興でできるとかで、これを逆になんか、早く、これさ、めっちゃさ、いや、その、なんだっけ、開いたカーテン越しになんか、月の光がで、なんか、ドゥル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 、
みたいな、なんかあるじゃん。これを逆になんかこれだってでやっとやるとさ、なんかめっちゃ元気になるよ。なんかっていうので変わると、なんかそう、なんか曲がさめっちゃそう元気になりますよねっていう変わるのかな。会社の座、会社の座こっちだな多分。だけなんか弾き方でそうなんかそうなんかもうクリーヒロイの歌とかできるわけよ。こういうのでさ、なんかそのなんかわかる、なんかなんかそうクリクリ、そうそう、なんかそのそうだね、これが高いけさ、なんかさ、Let's go なんかなんかけど、なんかさつまいも、どうだろうな、あのなんか D とか、うん、そうじゃあさつまいもタイムとか作るとするとさ、ワンちゃんさつまいもタイムだったらだったたたん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 みたいなさ、なんかわかる、もうそういうのもできるみたいな。そう、もうでもできたよ今ので、もうワンスタンサツマギリボタンみたいな、こんなんがそうワッタイムサツマイモタイムってマジでなんなん、意味わからん。1位な今、もうなんかみんなでワッツタイムサツマイモタイムね、ありがとう。曲、そう、俺は曲作る時だけ、あのよくあの曲のフックのワードあるやん、例えば「ワウワウオオオオ」とか「ララ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 ラ」とか、あと何やろな、何があるっけ、いやいや、あのテラタッテ、いやいやえとかさ、トゥ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 ってあの音がさ、モーコンとこれがあるやん、なんかとか BBQ だったらナッタナッナナナナナナナとか、ドゥッツトゥンドゥルルトゥルルドゥルドゥルとか、だけどそれをなんかすごいずっとこすってるけど、このさ Nothing's gonna change my life for you とかも、まずこのなんかね、絶対にずっとその歌歌ってても大丈夫な音っていうのがあるよ。これ作曲のなんかやりたい、作詞作曲やりたいって人、これをマジ感覚で分かるとめっちゃ、熊本弁の人よ、そうばい、そう、あのシンガーソングライターやってて、そうなんか、じゃ例えばさ、これでさ、これあるやん、これこのさ、これがずっとあるやん、これだったら多分、あったね。
ルッドゥルルッドゥルッドゥルってずっとこのこのさこのこれがもうずっとあるいやそうだけどみたいな感じよ。そうとかこれをだけそれを例えばあの今の多分俺キミちゃんめっちゃ引っ張られてたんやけどさ、そう例えばこれをとかでもいいの。そうみたいな感じで、なんかこれがなんか曲を作る時のなんかそうあのヒントっていうか、そう行動共通のそうのになるけん、曲をねなんか作るってなると大事になってくるんやけど、うんすごいよソリフ。俺ピアノに初めて触れたの、え専門学校の18歳で、あの、CDEFGAB がマジで意味わからんかった、ずっと。俺本当にあの専門学校時代マジで勉強すればよかったピアノ。俺本当にこれもう本当にバーの話でいい、俺2年間で3回しか受け取らんだよ、マジもったいない。浮気彼女のやつ好きでめっちゃ見てみんな好きね、浮気系のやつね、ほんとね。曲作るとき、ああもうどっちもからでも聞くし携帯の音でも聞くし、その時ピアノはもうほんとに、でもなんかその時俺だけそのどうやって弾けるようになる、コードはね、コードは覚えたがいい、てかコード覚えんとピアノあの楽譜でも多分歌えるとは思うんやけど、なんかコードだけの方がヒントほぼないやん。だけどもうなんかさ、こことかもさ、その今の曲とかでさ、なんかこうずっとその C って書いてあって C やみたいな、で F だけ F やん、 F にこれはもう全部覚えてって、なんかでなんかセブンとか出てきたわねこれとか思うけど、そのこれだったらあの D の場所を E に書いてあげて、これとコードオンやると E7 になるとか、そうでさっきの C メジャーも、あこれマジおしゃれに弾けるんやったらちょっとクロート感出すんやったらこっちやなみたいな、でこっちもメジャー7やなみたいな、でこっち普通の7やなみたいな、で G はあんま動かさんかいなとか普通がいいなみたいな、そうなんかなんかめっちゃ見やがるやろコードコードいくつあるやろ、まずこれの中にメジャーとかサス2、フォーでアドナイン、メジャーセブン、セブンスなんかいろいろあるのよ。そう、やがんしいよ。いやめっちゃむずいと思う。意味わからんよね。俺は多分なんか合ってたやろなと思う。そう、マイナーのセブンスとかになるとこのこれに。結構マイナーセブンスが出てくるよ。うん、 B マイナーとか。コード分かれば歌える。オカリ天才よ。レコーディングパラドリ、レコーディング
歌もつるっととる。30分までやろうか。ドミソーシーメジャーハートありがとう。もし運よくあの50分までに 1.5 いたら歌う。そうしたら自分の曲歌おうか。最後久々微熱歌うか。はじめまして、 TikTok おもろいです、ありがとう。じゃああの何者か言っときますねここまで言って何もよかったらだけ、シンガーソングライターをね普段やってるんですけども、はい、シンガーソングライターをやってます。熊本の彼氏、実はね去年3月8日にメジャーデビューしまして、はい、もうね1年半が経ちましたね、いつの間にか。で、あの来年1年1月からこれ書いてる通り、あのゼップツアーやるので、皆さんあのあれです、福岡、大阪、名古屋、横浜、札幌と5個行きますので、ぜひお近く皆さん遊び来てください。ゼップ行く、嬉しい、待ってる。で、11月29日に大阪でワンマンライブウィンタータッチっていうのを開催するんですけども、そちらナンバーハッチってところでやります。でそっから大阪多分次行くのが3月とかなるけど、半年ぐらいちょっと経つんやけど、で東京が、ワンマンライブ、ワンマン東京でやるの多分もうそっからだいぶ湧くと思うけん、そう12月ですね、東京は12月の17日 EX シアターでやりますので、他にもねちょっといろいろ結構いろんなイベントがね、じゃんじゃかあの観覧無料の場所だったりとかいろんなイベントにも多く出演していくんですけども、はい、多分ね東半ワンマンもうすぐ出ると思う、詳細だし、あのゼップツアーのタイトルと多分皆さん新しいね、アーシャいつまで金髪なんて感じだと思うんで、そろそろ出るんじゃないですか、はい、っていう感じでちょっといろんな情報ぜひね追っかけてほしいです。なんか TikTok だけじゃなくてね、そう映画もね、あの撮影の時とかは多分皆さんきっとあの絶対今やみたいな思うと思うんですけどまあそれはなんで、まあ、あの X とかインスタも見てほしいし、ライブ情報とか気になったら、ほんと結構全国各地行くけん、あの北海道行ったり福岡、熊本、大阪、名古屋、もうマジで結構いろんなとこ行くけん、ぜひホームページもぜひチェックしてみてください。くまちゃんありがとう。あんま大阪おいで、早く愛というやりてえな。まちゃんありがとう。またねこの曲のねあのレコーディングと楽曲のこの仕上がりがめっちゃいいんよ。ね、楽しみガチで。横浜行く初だけ嬉しいよ。家のクーラー壊れたの、もうちょっとの我慢じゃにゃ、きついね。でもね愛という古いいぞマジで、あのちょっとねテクニック的な部分もね聞いてほしいし、そうなんか俺のなんかその表現したい歌とかがなんかこうとかなんかこうね、自分のずっとねやっぱ結局歌いたい歌があってとか歌いたい歌い方が表現があってみたいな、そのなんかそれもねちゃんと活かせてるかなっていう。でも結構意外とね短い曲ないな。
ライブ恋しいやろ。今日誕生日おめでとう。一番短い、一番短いかも、下手したら。曲はどんどん短くしていきます。割と今ね、音楽シーンがそうなんで。なんかそれこそね、ライブでしかせんバージョンとかも作っていいと思うし。初見さんどうも。好きな食べ物は好きな食べ物、牛タン、ラーメン、ピザかな。グミもよく食べます。フグ好きな好きなマスクの色あるか何のランキング1になったん、ちょっと教えてごらん。 Tell me 何これ。俺26位じゃん、すごっ。なんでこんな上行ってんの今日。すごい、ゾータくん2位だすごっ。グミ何味、C1C のリーグ1位な今。嬉しい、ありがとうみんな。グミの好きな味、でも味っていうよりアンパンマングミが一番美味しいよね。知ってる、ジュナアンパンマングミ。あとね、アンパン、そう、アンパンも好き。イェイ。あのねち何、アンパンマグミマジでうまいばい、ガチで。そう、あ、舐めんでほしい急に情緒好きな日本語、なんか気合根性マジでこの時代甘すぎる俺、普通に俺の好きな言葉、気合根性ですね。人には押し付けませんけど、僕のあれは気合根性だと思ってます。基本的にいきます、いきます。それで大体のこと気合と根性でいけるやろ本当にそう。これはでもだ、これ大事なのは、この今の時代は押し付けてはいけない、人には。ギャンとは気合いせんかとかね、根性だろたいとかじゃなくて、そう、俺は自分は、そう、自分に対してはっていうね。そう、なんだっけ、ランニング今日きつい、気合いと根性みたいな感じで、そう、気合いと根性なんで、あのそう、今日はちょっとランニングしたくないなとか、筋トレしたくないなとか、曲作りがちょっとなんか進みそうにないけん、ちょっと手つけるまでに時間かかりそうだよなみたいな。そう、ちゃんとそういう時に気合いで音中やろうか言うてやってますよ行ったね 1.5。 1.5 って初じゃない、冷静に。 1.5m、 150cm、すごいやんけ。ありがとうな、タップ疲れたのみんな、疲れ、指冷やしな、ちゃんとね。でもなんかあるね、確かに、すげえよ、160万回いいねが押されてるって、マジもすげえぜ本当に。今悩んでるの、どうした、米あげるので新潟来てほしいですくれんでも行きちゃうよ。元ヤンの先生いた、うん、担任これガチいつとは言わんけど、俺の一番大事な時期の担任の先生がしちゃったね。初見さんどうも、
イズムがっていうのやめて。うん、そういうことかね、時間的にも行こうか。久々に微熱歌おうか。ない、ちょっと待って、俺微熱最近さヒートランケンちょっと一回思い出していい？え、ここじゃないか、こっちか。一番欲しいのはあなた以外。何がある？きっとね、80億に一人なんて思っても素直に言えない。今日だって Tonight 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 寂しくてね、辛いから。会いたいだけ、会いたいだけだから。嘘なのよ、微熱もないの。あなたをそう考えると、ここがほてってほてってほてってあるかもな。37.2度。嘘だけど微熱もないと、あなたにも途中。なんだっけ、ただなんだっけ、なんだっけ、なんか会いたいだけだけ会いたいだけになっちゃった、会いたいだけだけになっちゃった、すいませんでした。マジでした。そうではね、この僕ん家にあるこのこいつでやってるんですが、ちゃんとあのバキバキのやつで11月8日セッションっていう、あの結構次はねちょっと規模を上げてやるんですが、2時間ぐらいかなライブ予定してますので。歌もありがとう、めっちゃ嬉しい。そういうの、そう、あの自分でピアノ2曲は俺1曲弾き語って、一曲カバー曲やろうかなと思ってるし、その状態であのリクエストコーナーやろうかなと思ってますので、俺がやるけん結構ものによるけど、できんやつ多いかもしれんけど、そう、あと、そう、自分ちのじゃなくて貸し出しのガチのやつで、そうなの。
ライブいつでもおいで。そう結構いっぱいやっとるけ、 1.6 もありがとうねマジで。すごい一番ランキング上ぐらいじゃない今までで。これちゃう、これだけ。そう携帯ポンって置いてやりますもん。次のライブ札幌ですね。札幌で対バンライブも出ますし、往来花火大会もあるので、いろんなライブぜひ皆さん遊びに来てください。タップめっちゃありがとうな、みんなね。ない四六時中応援してる、ありがとう。俺も四六時中皆さんのこと応援してますよね。学校や育児やお仕事、部活、受験勉強とかいろいろあれやろね。俺がね応援してるのがまた音楽でとかね、まあ、TikTok もそうよ。そうなのでね、皆さんの支えになれればいいなと思ってますので、はい、初めての方もぜひ今日から応援してください。そして今日ねライブ足運んでくださった方も池袋ありがとうございました。はい、配信も最後まで長い時間ありがとうございました。1600人見てくれてるのかな今、ありがとう。ならまたなりますので、配信も楽しみにしててください。ならねー、バイバイ。